もう一着今日あのエンジェルスの赤いやつもあるんで迷ったんですけど、大谷来年ドジャースじゃないかなと思ってこっち来てきたんですけど、これあそういえばさ、皆さんマムチャンネルが始まりますよ。今回も楽しんでくださいね。いやーくやーというわけで、こう暑いとね笑顔も出ねえだろうけどね、笑顔出してね寒さをね、寒さがね暑さをね吹っ飛ばそうじゃねえかね。というわけで、今日は暑苦しいやつが来ちゃったよ目の前に。憎たらしいやつでね、俺のことはねおだてたりけなしたりしてるというわけで、なんと生島淳さんです。よう初めて。何やっちゃうんですか。ちゃちゃこの事務所で。あそうですね、うん、初めてこっちまで、ね、えなんか川向こうまで来るの。そうなんだよ、プレッシャーがあります。で東京スカイツリー、はい、スカイツリーの真下なんだよ。びっくりしました。うん、ありがとうありがとう。とんでもないですよ。で暑苦しいって言ったら、お前なんか、はい、涼しそうなアロハシャツ着てんね。ロサンゼルスドジャース。そうだよ、アメリカのほら、あ、あ、アメリカンリーグのマークじゃん、はいはい、LA、 そうです、これドジャース、ダジャース、ダジャース。あー、それ何、本物？本物ですよ。本物ですよ。バカやろお前。さっきなんか中見せで一着なくなったんだ。これはね、うん、吉祥寺で買いました。いや本当？本当です。売ってんの？売ってたんですよ。え？もう一着今日あのエンジェルスの赤いやつもあるんで迷ったんですけど、大谷来年ドジャースじゃないかなと思ってこっち来てきたんですけど。これあそういえばさ、あのこの間。3連敗しちゃったのはドジャースに、はい、えそれで最後32号を大谷が打ったの、はい、えそしたらさ、あドジャースのファンがさ、あウィーウォッシュ、はい、ウィーウォッシュトゥドジャース、そうそうそう、ウィーウォッシュ何大谷こっちに来て、翔平大谷は俺たちが望んでるよって、そう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 、そういうシュプリコールが5万5000人入ったんだってな、あの日。そう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 、ドジャースタすごいね。いやもうこれね、うん、まあオールスターブレイクの時に今お話してますけど、うん、もしも1週間前収録だったら、うん、いや来年もエンジェルスですよって僕言ってたと思うんですよ、うんうん、トラウトがあれ見たら言えなくなっちゃった。そうトラウトが怪我しちゃって、うん、そうそうそう、連敗して元気なくなっちゃったじゃないですか、うんうん、すっかりさ、あのダックアウトでみんな下向いてんだよな、あの兜もね、兜かぶんないんだよ。そうなんですよ。そうなっちゃう、それどころじゃないよみたいになっちゃったんだね。そうそう、はしゃげなくなっちゃったんだ。で勝負ってなあなるもんかね。オールスターの後も結構強豪と、うん、まあ、8月中旬ぐらいまでお盆の時期ぐらいまでずっと強いとこばっかりやるから、結構これポストシーズン厳しいな。これがさオンエア、オンエアって配信される時にね、下手すると大谷も怪我の可能性だってなくはないよね、こんだけ出てるから。心配ですよ、なんか流れってのがね失敗だろ、ね、うん、であのなんでヒンスレやドンするって言葉あるじゃないかな。去年も連敗ありましたからね。連敗だよ、あれで監督クビになっちゃって、ジョー・マドンだ、うん、そうそう、いい監督だったけどね。僕好きでしたよ、あの人自転車で通勤してましたよ、グランドへ球場に。あ貧乏なんだね。そうなんかあとトレーラーハウスに住んでました。そう、自転車で、あの通勤してきて、その時大谷がサイクルヒットったらどう？まあ、それが一番いいです。うまいね。あ、そう。大手ばっかりかかってサイクルヒット達成。あ、4回も5回もね。いやだけどね、アメリカにも何回も行ってるの？実際に、ね、グランド、アナハイムやなんか。一番行ってたのは20年前ぐらいで。そんなに。イチローがバリバリの時です。あの頃は本当ドジャース、エンジェルス、うん、あとやっぱりマリナーズよく行ってましたけど、でもう エンジェルスは強かったその時、2002年に優勝したから、うん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 、その頃は強かったですね。ああ誰がいたの？その頃は、ね、青田、川上、千葉、スタルヒン、高倉、だから高倉なんて千葉誰も知らないよ。純だって会ったことないだろ？ないですよ。なんで高倉が出てくるの？なんかいっぱい当時のこと読んでたから知っちゃって、知ってるんですよ。高倉ってこれ高倉さんに随分可愛がられてよ。そうなんですか、うん、高倉照之って言ったかな、うんうん、あの一番バッターなんで、西武ライオンズの、
あれだね、この間大谷は一番打ったね。打ってますよね。どうですか大谷一番は。一番はね、それはね、あのホームラン打ったって1点しかなんないよね、うん、だけど相手のピッチャーは1番はからも力入れて投げなきゃなんないっていう、うん、プレそういうプレッシャーをかけるためにあれじゃない1番にしたんじゃない。あとね、できるだけ今もトラウトもいないから、あできるだけ打席を大谷に回したいっていうのは、ね、下手すりゃ6打席回る可能性もあるよな。そう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 、何打線になればな。そういうのも考えてんのかなと思いますけどね、うん、でも一番バッターで大谷初めてじゃないかな。去年もあったかもしれないな。あった、いやいや、だ日本のプロ野球でもないだろ。ないです。から高校野球でもないだろ。ないでしょ。ピッチャーだったんだろ。エンジェルスに行ってからですよね。そうだよ。だからまあ岡本を一番にしてるようなもんですよ。だからアメリカって何でもありだね。一番二番誰が座ってもおかしくないっていう、ね、まあでもいろいろ研究して組み合わせとかも考えて、まあ、そういうなんか紳士の精神みたいなのはアメリカの方が結構あるかなとは思いますね、うん、あ紳士って新しいものを進む、うん、どんどん取り入れるっていう、ね、それで俺たち、まあ、俺も草野球全部やってね、やったけど、あの4番がさ最高の打者だって日本はなってるじゃない、うん、アメリカもそうだったんだけどね。ということは1番が出て2番が出て満塁になるじゃない、3番まで。そうすると4番がホームラン打つと4点だ、それで4番バッターっていうのが。だけど4番目だったらさ1回で回らない可能性はあるよな。そうなんですよ。そこが難しいところだけど最初のイニングだけなんですね、そういう可能性ってね。そうそうそう、だからまあ、4点取るのはな。そうそう、下位打線から始まって、1番のところまでにランナーが溜まってればそっちの方がいいし、まあ、なかなかね打順って正解がないですよ、ね、だけど今3番2番が最強になってきたね。まあ本当そうです、ね、アメリカは、うん、今日本はまだ4番だね。大谷とかや4番ってあんまり見たことないですね。ないね。2、3、1みたいな感じですもんね、うん、で足は速いし、ベースランニングね、ベーランは前から1番2番でも通用する選手だよね。三塁打が多いんですから。そうだ、メジャー今メジャーリーグ1番じゃないかな。あそうか、そうなんです。で下手すると三塁打が一番打ちにくいっていう、ホームランよりね。ね、だからサイクルの達成の時に三塁打が残ったらダメだって言われるのが多いんだよな。二塁打が残っちゃってましたからね、この前。そう、もったいないんですけどね。そうだよな。でもなんかね、今アメリカが変わってきたなと思うのは、この前ねベイスターズのバウアーに取材してきた。ああ、今ご紹介なんかしてるじゃない。そうです。うんうん。で、あの運動能力がサイヤング賞だよね。そう、2020年のサイヤング賞。足は遅いし腕の力も弱いし、なぜこうなったんですかって聞いたら、頭だって言ってました。あ、彼足も弱いし腕の力もあんまりないの。そう、腕の振りは遅くて、うん、だからこそ肘とか肩に負担が少ないって言ってました。から長いインニング投げられて、それに中4日でいけるという、うん、あそうだそうだ、そういう風になってたんだけど、彼が一番の、一番お世話になったのはカメラなんですって。はあ、エッジャートロニクスっていうカメラを買ったら、うん、すごい高解像で、うん、高解像度で、うん、自分のピッチングをそうどういうふうに解析してくれたわけ。そうです。どういうふうに指を離したらこういう回転が与えられて、うん、大きく曲がるかっていうのを発見したらしいんですよ、うん、へで球団よりもバウアーのお父さんもオタクらしいんですけど、はあはあ、バウアー親子が一番先にそれを発見したんですよ。へそれであのスイーパーと、うんうんうん、あれを投げたり、サークルチェンジ、チェンジアップみたいな。今スライダーとかシュートとか、うん、カーブとかドロップって言わなくなっちゃう。俺たちはもう本当、まあカーブ、堀内なんてカーブね、真田っていうのはドロップとかってそういう印象だ。ドロップはもう死語になっちゃう。本当に。ジュンが最初のプロ野球を見たのは何？現場で見たのは、うん、亡くなった父親が小学校、うん、僕が小学校1年、うん、昭和49年に、うん、太陽ホエールズが仙台で、うんうんうん、仙台で、え、仙台来たのか。仙台来た、宮城県出身だから。でなぜかというと太陽漁業は沿岸にいろいろ港に関係筋があるわけです、クジラだからね。そうです、うんうん、それでなんか招待券を父親がもらってきたのかな。だから 4,5 時間かけて車で行きましたよ、宮城球場まで。中日対太陽、
今の宮城球場って楽天の球場がの前の前あ綺麗にして、うん、今楽天の球場裏に観覧車があったりなんかして、そうです、今綺麗な、我々、ね、古い宮城球場行ったことある、便所が汚くてね怖かったよな、もうだって外野芝生ですもん当時、そう芝生だった、うん、昔の神宮もそうですよね、そうそうそう、そう、それが始まりで今の楽天ですごい球場になっちゃったよね、で、うん、親父小児で亡くなるんですけど、その前にもゴールデンウィークにタイホエールとどこでやったの、中日、ローカルな試合でお客さん来た、来てましたよ、ゴールデンウィークですからね、というかプロ野球あんまり来ないからそうですよ、ジャイアンツが来たら入れないね、そうです、それで井上ってのがホームラン打ちました、はい、井上ホームランバッターだ、右バッターだな、そうそうそう、うん、でドラゴンズだよ、翌年にロッテが来たんじゃないかな、本拠地になったのかな、うん、ロッテが仙台に本拠地に来てた時あったんですよ、あった、ね、うん、あった、で金谷監督で、うん、で近鉄対ロッテ、うんうん、太田浩二が投げました、ね、太田浩二は東北だから応援したんじゃない、で人気みたいな、で高校野球で大スターだから、そうなんですよ、でロシア系で彼は、そう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 、要するに俺たちから言うとスタルヒンにつながっちゃうんだよ、逮捕、うん、逮捕スタルヒン、うん、だからスタルヒンのがもっと前だから、ね、俺見てスタルヒンは見てるんだけどね、だからそれで父親が小児で亡くなったので、その年にうちの兄貴は TBS に入局なんですよ、うんうん、76年1月1日入局で、うんうん、それでまあ多分親父亡くなって、うん、気にしてたんでしょうね、うん、兄貴2人が連休に呼んでくれて、まあ僕がリクエストしたのは純が一番下か、そうです、でその時に昭和51年5月連休で上京してきて、うん、東京六大学野球をリクエストして江川の法政ですよ、ああ、で神宮球場、神宮球場です、いや、よかったねよかったですよ、だからもうその時から早稲田ファンで、江川に会った時に江川さん、あなたが法政で投げたの見てますよって言ったら嬉しいだろうね、江川も、でもね負けた試合だったんですよでも島岡吉郎監督がもうとにかくそれまでは打倒早稲田慶応って言ってたのに、打倒法政とは言わない、打倒江川だって江川を倒せば勝てるという、それは金谷だって同じだよ、当時の堀内だって、それから稲尾だって、ね、それから村山だって、みんな阪神だけど村山を倒せばって、それはそうだよ、俺だって TBS を倒すじゃん、石井を、石井じゃん、ワムシを倒せってTBS が倒れるからそうでもない。マムチャンネル。